必勝本女子部ナンバシオット、必勝本女子部ナンバシオット、イエーイ。はい、始まりました、ナンバシオット。はい、この番組はですね、必勝本女子部から絵描いてあります、ヤマンちゃんが描いてくれました女子部から、はい、形成された、このね、ちょっとチャンスズはちょっとこんな感じでいますけど、今回、4シーズン目になりまして、チャンスズ以外のメンバーでやっております。ハブなわけじゃないよ、ちょっとなんかまあいろいろ大人の事情じゃない、あのタイミングとか合わなかったのかな、そういう感じで、なんとね、なんだかんだ第4シーズンまでやってきてまして、今回私で第4シーズン最終戦となります。この番組はもう大体ね、もう見てくださってる方は分かると思うんですけれども、私たち必勝本女子部が、パチンコパチスローを打って、その出玉メダルに応じて、ご覧の皆様に、景品をプレゼントしようという番組となっております。そしてですね、今シーズンからちょびっとだけルールが変更になりまして、なんとあの YouTube、 このナンバシオットの YouTube の、いいねボタン上の方いいねの回数が一番少ない人が罰ゲームをするという、なんかちょっと悲しいルールが追加されました、私たちにとっては。なのでいいね押してください、いいね今回はナンバシオットで私は初の、朝一はスロット実践からスタートしたいと思います。なんかね、ちょろっと、常連の方々から最近ライトがいいよなんて聞いたので、いっぱい出たらいいなと思っております。それでは、早速ですが実践をスタートしたいと思います。いいね押した？初めて下来た、お願いします。やば、じゃあこれで、はい、じゃあ朝一は番長3からスタートしたいと思います。マジね、ダイトの台、音量がでかくてビビるから、まず音量を小さめに。対決、サイド星に弱い、あ、当たったんですけど怖いよ、と。で、さっき継続するか分かんないってことだよね、今回は。はあ、ダメだった。でもこれだけくれよ、どうかな当たらないよな、これがラスト、残念でしたパチンコ行きたいと思います。ちょっとサラバン打ちたかったんだけどね、なんか今日人気で空いてないね。無双、これにします。はい、パチンココーナーにやってまいりました。早めに見切らないとこちら、楽園ナンバ
店さんは無双がね結構お客さんの稼働がいいので、移動してきました。もう全部埋まってるぐらいです。はい、無双で勝負したいと思います。頑張ります。すごいね、万代。もう闘技レベル100になった。シャッターかガシャーン、ぐん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 。あ、ハート様、ハート様、ハート様、いない。いやでもね、こんなに熱くなると思わなかった。まあ北斗龍拳じゃないけどタイトル赤いからな。オギー、あーない、あー、そして七星も白っていう、タイトル赤だけですね。ここも赤がいいな。あー緑カットインありか、ちょっと厳しいな。白白ははは、ちょろいっすねただ裏ボタン失敗してるんで入んないかも。あー連呼ならない。やっぱり通常か、ちょろいっすね。でも通常。ジャギ様、ジャギ様、とりあえず誰か出てきてくれないかな。なんか他の煽りはーない。ラスト10、なんもなく終わっちゃうな。お、リーチかかるじゃん。7になったりしない。サウ様、はう、はあ、全然減らない。これ七星チャージの煽りがあるかどうかだな。煽りあるかい。パンドワン、あーダメだった、あーダメでした。残念、通常でした。頑張っ、全然ちょろくなかった。よし、もうちょっとね頑張ります。とりあえずちょろっとの持ち玉で、おい、おい、え、なんで
ぜなぜなぜなぜ。まあでもね、北斗龍拳でもチャンスアップないときついからな。奥義なし。で北斗龍拳は白がないんで、知性も緑だとチャンスアップなし。ここも赤じゃないから緑あると、あ緑ないか。あーまあ最弱、このパターンでの最弱だからな。さすがに無理だな。なぜか北斗龍拳まで行きましたが、はい、ダメでした。はい、前半戦終了です。今日は朝一は、スロットコーナー行きまして、はい、2連で終わりまして、でその後は、はい、もうちょっとおとなしくしてようと思いまして、ね、詳しい台行こうかなと思ってパチンココーナー行ったら、まあ、ちょっとあのスロットの方見切り早めに、やめたので、まだ無双がここ楽園ナンバ店さん無双すごいあの稼働がいいんですけど、 1,2 台だけまだ空いていたので、無双打ちました。そしたら、71から打ってるから、35回転で当たりまして、投資はね無双では2500円で当たって、だがしかし、裏ボタンね失敗したからちょっと怪しいなと思ってたんですけど、やっぱり通常でした。現在その単発分の玉がちょろっとあって、台は無双でキープしております。今回まででね3連勝中なんですって。だから4連勝でシーズンを終わりにしたいと思うので、まだ前半戦全然勝負できるくらいなので、後半戦またね切り替えて頑張っていきたいと思います。はい、後半戦です。北斗無双なんですが移動しました。たくさん出す予定なのでいっぱいドル箱を受ける角っこに移動してきました。単発分の持ち玉ちょろっと半箱ぐらいあるんで、それを打ってから再投資するって言わないよ打ってなくなる前に当てます。頑張ります。赤ステージェンでオクトゾーン、秒数短いな X 秒は。続く、継続。あー飛行気味か、赤陶器100になったけど、はぁはぁ出ない。エンブレム厳しい。ハト様、何このはちゃめちゃなバランス当たんないよね。でもこれじゃ赤図柄だし、最弱、なんで組んでたんだろう。ですよね。何だったんださっきの分。1万円なくなったので2万円目早く当てないとあいつ行っちゃうよ。あいつにあいつに今日も無双さん、また私はあいつに行ってしまいますよ。これあ、いなくなっちゃった。ステージ変わって
あのステージみたいなやつ。あ、カハラトモミってわかる？やばい、ジビビーショーがギャップ。小室ファミリーわかる？やばい、わかんないって。え、わかんないって。え、94年とか生まれ？94。そしたらまあそうだよな、小室の初期は多分もうそれぐらいで始まってるもんな。カハラトムミの一番売れた曲の PV のところみたいだったんだよ。小室哲哉は知ってる？小室哲哉知ってる？そう、うん、やってる。あ、じゃあ曲とかが流れて作詞作曲小室哲哉って出るからそれで知ってる的な？マジで？ TM ネットワークは分かんない。あのゲットワイルドとか歌ってるやつ、あれ小室が参加してる。でもね、確かにナルミンもよくわかんないみたいなこと言うんだよな。マジ川原智美の I'm Proud を歌ってるところみたいなやつだった。あーってきっとちょっとだけ思ってくれる。ちょっとじゃないよ、結構わかってくれると思うんだけどな。もう一回あのステージ行かないかな。やばい、全然当たんないから小室ファミリーの話しかしてない。いつものお時間になってまいりました。定位置ビッグドリーム最後やります。はい、最後の砦にやってまいりました。ビッグドリームでございます。今日こそは、ビッグドリームでまくって勝てる姿をお届けしたいと思います。頑張ります。もう、ね、333回転だからスタート縁起がいいのよ。3で揃うかな。あー、ホラガイ。これはジャッジメントチャンスいきますね。チャンスアップ欲しい。どうでしょう、2分の1なんてどうでしょう。あー、3分の1か。チャンスアップなしです。厳しい。喋らないで、喋らないで、喋らないで。はぁ、喋っちゃった。ダメでした。最初のジャッジメントチャンスは不発。3枚目だよね。3枚目だよね。もう一回ジャッジメントチャンスがやりたいよ。今日一回マーカー保留出てないから出てほしいな。あー、出た。出てほしいなと言ったら出てくれました。あー、フリーズ。全回転。やっと最後に見せ場が来ましたよ。557回転。どれくらい出そうかな。みんな待たせちゃうの悪いから30分で2万発ぐらいにしときます。
私とりあえず一発目の16ラウンド。やめて、うるさい。わかんないよ。16。チーン。あっさりしてんな。実戦終了。お疲れ様でした。はい。後半戦はですね、前半戦引き続き北斗無双を打ちまして。その後、最後は、はい、お決まりのビッグドリームを打ちました。はい、無双は当たらなくて、あの後でビッグドリーム最後行って、ラストね、終了時間5分前に赤保留からの全回転で当たりまして、その結果が、出玉回り2連、まあ、3連でね、枝回り2連でした。はい、というわけで結果が、総投資27,500円、出玉が1882個、さだまがマイナス4993個ということで4連勝ならず、すいませんでした。今回でですね、ナンバシオット、4シーズンは終わるんですけれども、はい、皆さんいかがだったでしょうか。面白かった、ありがとう、いいね、よろしくね。はい。ですね、ナンバシオットその4シーズンは終わっちゃうんですけれども、なんと、リニューアルして、これからも、こちら楽園ナンバ10さんで、引き続き動画の方はお届けできるということを、小耳に挟みました。みんなで、こちら楽園ナンバ10さんには引き続き伺いたいと思いますので、ぜひぜひ皆様遊びに来てください。それではナンバシオット4シーズン終わっちゃいますけども、引き続き乞うご期待ということで、じゃあお開き、バイバーイ。いいねちゃんと押した。いいね押してね。じゃあね。